あのサルさんの『うん、ラップゲーム』っていう曲あ<ー>その<ー>俺のできたな気がするっていうラインを見てもまんま同じこと思って「いや俺じゃあ裏でビッグなろ」みたいなインスタで、うん、ラッパー大阪とかこう探して無償でミックスさせてくれないですかみたいな「ほい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 」ーって声かけたりして人のやつをやらしてもらうみたいな「<laughs> ディナー a のプロデューサーでチュキビーツってやつやってそれでずっとまんでましたねミックスのビートみたいなもう昔からある家なんで、うん、ほんま若干傾いてるんですよ <laughs> で窓が閉まらへんすよちゃんとマジ影閉めてもちょっとこう隙間空くみたいな<ー>そっからめっちゃ隙間が入ってくるんですよ <laughs> 寂しいみたいな <laughs> レゲトンおすすめのアーティストとかいるおすすめははいということで今回のゴールデンラッシュパーキャストのゲストは でですすすよろししくお願いまありがとうやっと来れた矢田はもうあのー、ラップスター始まった時からもう。 もうずっと応援してたんでありがとうございます嬉しいっすよ今回いやーマジで嬉しいっす僕も見させてもらってたんでいやーめちゃくちゃ嬉しいっすマジでありがとうございますやっと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 いやもっとや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 っと俺はねみんなにねやたという人物を知ってもらいたいなっていうのは、ね、ずっと思ってて今回の回で <laughs> ぜひぜひ皆さん知ってもらえたなと思いますお願いします,しますはいってことでまああの、まあ、やっぱりねあのー、ラップスター今まあ 出てて、まあ、フットステージで、まあ、敗退しちゃうっていう形になっちゃったんですけど。その、まあ、応募動画、サイファー動画とかで、結構自分の追い出しちゃったりとか。まあ、自分のバックボーンを語ってるのかなと思うんで。そこをちょっと掘り下げていって。はやたって、どういう人なのっていうのを、ちょっと少しずつ。深掘っていきたいなと思っております。お願いします。おいします。はい、まずね、応募動画、まあ、サイファーほぼ一緒なんですけど、変えたよね。そう。リリックね、応募とサイファー。ちょっと変えさせました。うん。あの。 その応募動画の時から大体百が半分ぐらいになっちゃうんでそこでまあどこを歌うかっていうのがめっちゃ自分の中でチョイスむずくてもうその僕もちょっと結構。 感覚取って歌ってたんで。そうだね。どことんのかなみたいなんで、中途半端に切れちゃったりとかあったんで。はいはいはい。そうなったらと思って、なんかもう変えちゃった方がやりやすいなっていうので。うんうん。ちょっと変えたっすね。なるほどね。それはもう、オーブとかとって、サイファー決まった時点でこれはもう変えようってことで書き直したみたいな。そう、だかでも、最初、あの。なんか。僕がそのサイファー用に作って。あの、運営に送った時に。なんか、僕勘違いしよって。あの。 最初僕もなんかそのバースなんこのぐらいの尺で書いてくださいって言われて、はい、で書いた時に書いたっていうかその自分でじゃあここ歌おうって決めた時に「うん、いや待ってこの長さこんな短いわけないわけない」と思って、うん、でそれでそういうのバイトってやったら、うん、送ったら「これの半分です」って言われて「<ー>ええー、じゃこのあのこんなわけないの時の尺で歌わなあかんねや」みたいな「いや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 短」みたいになって。 で,でも、ようよう考えたら自分がそういう歌い方してたからあこうかそう感じるのかなみたいなんで<ー>後々、の他の子たちの見たらみんなこういい感じにフックバースケットフックみたいなのやってる子もおったんでそうだねああじゃあ意外と俺があれやったんやみたいな。あー なるほどね。帰りしよもなかったってことああそういうことかそうそうそうまあまあまあそうね結構はっきり言ってたもんねみんなねそうなんですよねだから結構むずいよなむずかったっすねサイファーサイファーマジでむずかったっすそうなんだうんだからもうバイブスでいいかなと思ってはいはいはいでもなんかあれっすね実際その現場の空気感とかもめっちゃ良かったんであそうなんだバーリやりやすかったっすねおおでなんかその順番的にもその KM さんのビートが前に二人やってで 僕に変わるって感じだったんで、その空気感的にも一気に変わってで僕のやのゆったりとしたバースなんで、そうだよね。空気のチェンジ具合とかもなんかよくて歌いやすかったですね。みんな全然もう気さくな感じで、はいはいなんかこうちょけてみたいな。でグループの LJ 君とかもって、あそうだ。LJ 君とかもなんかちょっとちょけてみたいな、空気だいぶ和んでみたいな。でその一個前のラップされてた時とか、もう空気感がもうピリピリやったんで、あそうだった。もうはい。 たら全員もう顔もうがん座ってまっすぐ見てるみたいな。いやいやりにくいってね。<laughs> て確かに <laughs> やめてやる。<laughs> そう誰も喋ってないみたいな。えー、えそれめっちゃ緊張するよね。たださ緊張するのにさ、うん、コミュニケーション取んなかったらもうそうそう,そうだから、ね、多分みんな同じこと思ってた多分みんそうだよね。えピリピリ,ピリみたいな。<laughs> そう。 でそれがあったからめっちゃ構えとったんですよはいはい今回もね行ったらみんなポンやから「マジか」みたいな「やりやすい」みたいな「さす」みたいなそんな感じもあってまあちょっといい感じに自分の全力出せたかなみたいなそのタイミングではいはいはいって感じやったですね最なるほどねよかったねいやまあちょっと歌詞深掘りしたいなはいよしまあここはフなのかなはいまあ A. this word is mine。I am the one, the r a p star。いえ、俺期待をら切らない、帰る生活この日から。母親と二人で住む。この三百でも困らずに住む。いえいえ。ここは母子家庭で育ったってことなのかな。そうっす。僕母子家庭で、7歳ぐらいから。えっと、兄貴と、四つ上に兄貴があるんですけど。兄と。 母親でも3人で最初暮らしてて、はい、まあ途中から兄はもう結婚とかもありつつで,家で出ていっちゃったんですけど、うん、で、まあ、途中から2人でずっと住んでてでまあなんやろうその、まあ、母親も、まあ、絶対これ思ってたんですけど、まあ、母の強がりな人なんででもまあ普通にどう考えても男2人を女で一つで育てるってバリタフじゃないですか普通にいやそうだね確かに確かにバリタフやし、うん、そういうとこもなんか やっぱ大人になると感じてるよ量,量になったんでなんかそんなのもん込めてこう考えとったらなんか,まあかといって別にじゃあ明日飯食われへんみたいな生活でもなかったし母親が母親なり,やっぱりこうしっかり頑張ってくれてて僕も,もう全然普通の生活は感じるようにお前も頑張ってくれてたんででもやっぱその裏にはね半端ない努力とか動きとかやっぱ母親の,その人柄によって。 でこう引き寄せた運とかもやっぱそういう力を持ってる人やと思うんで、うん、はから見てたら、うんうん、だからなんかそういうのとかも,なんかもう全部恩返ししたいなみたいなんで、んとりあえずじゃあ300受け取ったときには、そのまあ、それはもちろん僕、取れたら半分渡そうと思っ,とって、えー、そ,でその300受け取ったときには、ねそのいろいろもっとこう自分のキャリアが広がって、今まで以上にこう。 何かこうできるかなっていうところを見越しとって、ね、って感じでな、うん、なるほどなんかねもうなんかちょっとでも困ってたらもう僕はもうあかんなと思ってたんであそういういことねだからもうこの1ミリの困りもないぐらい俺がバゴンいったろみたいな気持ちでおったんで。 それで書いいいてましたねねお結構ママズボーイスかママズボーイスすねこれい結構ねやっぱ結構日本だったらさんかマザコンのどのこのみたいなさんかネガティブな言葉結構多いけどさ俺母親 んマウスボーイって母親の子って意味だと思うんだけど、うん、そこって超重要だと思ってていやマジ母親なめんなってみたいやマジそれマジそれだマジ, <laughs> マジなんかもうそのちょっと前に働いとったバイト先とかでもそこの料理長と目見、うん、て言ったんですけど、うん、いやおかんってやばいよなみたいな <laughs> マジそれだお,おかんってやばいよなみいたいな,なっとっていやほんまそうっすよねみたいな話しとってほんま <laughs> そう、母親がないと僕らもいないし。いや、それな。ほんま力もらってるしみたいな。って感じですよね、うん。なんか一番こう。やっぱ一番最初に恩返ししたいっていう顔が。なんか、うん、俺もそうだから、母親だから。うんうん、絶対そうっすよね。うん。 やっぱ女性を大切にできる男はやっぱちゃんと母親を大切にできる男は女性を大切にできるとかと思うから。間違いないです。間違いないです。と思うですね。間違いない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 。Wee っていう感じで、ここ心あれだ服のもう半分で、From 何人もない街めっちゃいいんだよな。生まれが貧乏だとしても、すべては手の中に自信がある今の俺は誰も止められない。Mama sorry I got I got I g o t a go for this。期待裏切らない for reals。 嘘も膝も膝つかない、うん、やりきる in my life そうですねもうそれは、はい、マジでその後半とかはもう普通に素直に思ってることバーン全力でぶつけてでなんか結構その「From 何もない街」とか、うん、あの賛否両論あるみたいでで僕はその歌詞ってことんか僕はその書いた時はなんか結構、まあ、お一番大きいところで言うと、うん、やっぱ当時音楽やり始めた時のはい、はい、でやっぱほんま やっぱ僕も全然その世間知らずやったしどういう音楽やるのにどうしたらええんかとかほんまに右も左も分からなかったんですよ。でじゃあ上の人がおってこうしたらいいよとか言ってくれる人もやっぱおらんかったしほんまにつながりとかも一切なかったんで,<ら>でそれでそのやっぱ言ったら僕からしたらその当時のこのちっちゃい 自分の始めたこの周りの中ではやっぱりヒップホップっていう文字すらもなかったから、うん、なんかそういう意味でこう何もないっていうのが一番大きいところなんですけど,なるほど、ね、でもその中にまあ少しその後々なんか分かったっていうか、うん、ま贅沢な悩みやったんやなって思う部分っていうと、はい、そのほんまに僕のその, <coughs>、まあ、その堀上町っていうとこ住んでるんですけど。はい まあそこを基本ベースにこう考えてで最寄りが深い駅とかなんですけど、うん、その深いで言ったらその地元の友達とかで言うと、うん、あんまり深いとか何もすることないよなみたいな地元におる子たちあるあるみたいな別に最寄りですること何もないよなみたいなノリで、うん、それもちょっと込みで言ってたんですけど、はい、なんか後々いや,いやいやいやみたいなコメント欄とかで。 なんかあの「いやお前堺とか深いのってお前何もないのやろ」みたいな「<laughs> あ確かに」みたいな「そうやな」とか思って「確かにそ,そこ言われたら確かにそうやわ」と思って <laughs> と思ったんですけどでも「いやいやいやでも俺にしたらこんなまちっちゃいから」みたいな「<laughs> なめんじゃねえよ」みたいな「<laughs> いつだけんじゃ知 <laughs> らねえよお前の価値観」みたいな。<laughs> みでもまあ一番ほんメインになるのはやっぱりその当時の世間知らずの自分がどんだけこう何、うん、かあんまり何も誰も知らんところ誰も先輩も何もいないから何、うん、か自分をきっかけにそういうもう言ったらもう隣に住んでる人が「あっ矢君や」みたいなのでヒップホップ始めちゃうみたいなぐらいのちっちゃい町からトーンみたいなところがやっぱ思い入れが強いんで「from 何もない町」っていう意味が一番大きいところなんですけど。 でまあ、あとは、まあ、生まれが貧乏とかも、まあ、そんな裕福じゃないし普通の生活はできてると思うけど、うん、まあリッチかれたらリッチじゃないしみたいな。うんうんうん なんでそっからあと自信があるっていうのはもうに最近の流れでマジで自信がバンバンついてきたんでおい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 はい、はいなんかそのまあ大体ラッパーの一番大事な根っこの部分ってほんま根拠ない自信やと思うんですよそう、ね、俺は絶対いけるぞみたいな、うん、それは大事やと思うんですけどなんかそれはもちろん自分もあってうん、うん、ほな今度やっぱりそういうなんかやキャリア進めていく中で、うん、なんか例えばじゃあ前線で活躍してる人が褒めてくれたりとか、うん、じゃ一緒に曲やろうよとか言ってくれたりとかあじゃあ俺の音楽ってほんまに。 一人よがりじゃなないいんやみたてて、うん、てるって思えてくれその自分よりキャリアもあって、はい、活躍してる人がいけてるって思うってことはこれはもうちゃんと自信持って根拠の一つやみたいなのが,が重なり始めたんですよね。なるほどねもうあったんでうん、うん、もうそこは全然じゃあもう自信持とうみたいながこのワンラインにバチン,バチンと止められへんで <laughs> <laughs> 止められへんでおんま」みたいな感じで。 入れもともとあれだもんね、あ後からも出てくると思うんだけど、この次か、この話しようか。「from 何もないわち、ダウンタウンにも程遠い、小さい男が夢を追い、でっかいこと成し遂げたい」。始めたころ、エンジニア、気がついたらトラックメーカー、今胸張ってユーラッパ。 そうですね、足りないのはマニンエンパワーそうですもともとエンジニアで、うん、なんかそのエンジニア始めたっていうかさ音楽を、うん、音楽っていうものを始めようと思ったのがあのサルさんの「ラップゲーム」っていう曲、うん、ああはい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 あれでなんか俺にもできたな気がするみたいな時があってその「俺に呼できたな気がする」っていうラインを見てもまんま同じこと思ってああそういうことねれでもやれんじゃねえみたいな <laughs> もうまんま思ってでなんか変になんかこう 良くも悪くも、まあ、悪くはないと思うんですけど意味わからんとかわれ方してて「はい,はい、いや俺じゃあ裏でビッグなろ」みたいななって「<laughs> 裏やけど表」みたいになったろうみたいなのあって <laughs> じゃあなんかその <laughs> ラッパー支えてんのにこいつバリ前出てきてるみたいなバリかっこいいなってなってじゃあエンジニアっていうのがあるんやってなって当時エンジニアっていう響きバリかっこいいなみたいな <laughs> <laughs> なんかそんなんも思っちゃって <laughs> <laughs> なんかアホやったんで。 ほんならなんかそういうレコーディングエンジニアとかミックスエンジニアとかマスタリングエンジニアみたいなそういう専門職みたいなのがあるんやってなってでそれでじゃあなんかいい屋台のとこ持ってきたらいい音になるみたいなそういう噂になれるように頑張ろうみたいなでそこでも当時はマジがむしゃらに自分の声をだからレックスしてミックスするみたいなんでよくやってたのはラテンのアーティストの。 曲をまんまカバーして、はい、その曲の音質に近づけるようにミックスするみたいなへーそれ一生やってたっすねマジでそうです一生やっててでなんか自分の声やったら合ってるんか分からへんみたいななりだしてまもっと今より全然耳も超えてへんし素人なんでだからなんかインスタで、うん、ラッパー大阪とかこう探してはいはい 連絡してて、うん、無償ででミックスさせてくれないですかみたいなほい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 って声かけたりしてへ<ー>人のやつをやらしてもらうみたいなほう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 そんなそんなばっかりやってました最初マジですげえな <laughs> ずっとやってましたそんなハスリングやねそうなんですよねすごいねえそれは何それは何年前ぐらいなのそれ多分5年とかちゃうんすかね45年,年前な気がするんですよね多分へ でずっとそれでエンジニアやってたらなんか高校の友達が、はい、の知り合いになんかそういうチームがあってラップのそうですそこの人がその高校の友達を介してやたにマスタリングとかやってみってほしいねんみたいな言われてんねんけどどうって言われてはい、はい、じゃあそこのチームに一回行くわっつって行って。うん まあ今もそのチームないんですけど、はい、そこのチームとこうしばらくこう音楽まあ言ったら僕も修行を兼ねてこうしに行ったりマッセングしに行ったりやっててうん、うん、でなんかエンジニアだけやったら思ってないからトラック作りやみたいなって言われたんだ言われたんですよあ<ー>でトラック作り始めてみたいなの、はい、がトラックのきっかけですねへえトラックとかはどうやって作り始めたの,、はい、はあの僕全然その楽器弾けないんで、はい 僕そ、んそ,んそのミックスの練習とかもそうなんですけどうん、うん、YouTube でもうひたすらディグルーみたいな作り方とかで最初はほんまにそのトラップのビートの作り方とかも単純にやつ調べてそこでもちょっとまだとがりが出てもうたんがたまたまその僕、高校とかも英語やってたんでラップ、ヒップホップってアメリカとかそっちが主流っていうか、まあ、軸っていうか。 中心じゃなそうだねじゃあアメリカの方のチュートリアル見るべきやみたいなもう「how to make a beats」か調べてそれでもひたすら海外のやつ見てはいはいはいんかもう勉強しました海外のやつそれでなんかじゃあいざ見ててアメリカ人のやつ見てんかって言ったら全然違くてドイツ人のチキビーツってやつだからすかんないなチキビーツチキビーツあのディナーなんか聞いたことあんなディナーヤーっていうはい なんか女の子が今世界的にバズってる子がおってえ知ってますいるんだディナーラのプロデューサーでチュキビーツってやつおって、えー、そいつがほんま何年も前に、まあ、ディナーラとかも,もうほんまに16歳ぐらいとかで全然なんか今日はスタジオにこのディナーラって女の子が連れてきたぜぐらいのもう全然なんでもない一般の子みたいな状態の時,の時,の時代のチュキビーツをずっと見ててみたいなた。ほほほほで それでずっとましたたねミックスもビートみいな気ぃ付いたら出ない間も今ねバーンなってみたいなうで。チュキビーツチュキビーツです CHUKI かなそうですおおチュキビーツねチュキビーツこれチェックですね絶対ねチェックで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 はいそうで止めちゃったそれでで何でしたっけええとそれでそっからミックスとかビートの作りを勉強したっていうそうビートをずっと勉強してで いろいろあって、うん、まあもう一回一人でチームからちょっと離れてビート,を自分ビートっていうか自分の音楽を集中することになってタその前かな離れる前ぐらいにそのチーム内のチームの人と一緒になんかそのやった名義で、まあ、ビートメーカーでとしてなんかアルバム作ったいんじゃんみたいな d j チャリさんとかみたいな感じで、ね、アルバム作ろうってなって。うん じゃあラッパーいっぱいこう探さなあかんなってなったんですけどやっぱりこうなんやろまあ大変じゃないですかまあそうだよね,ね2ひたつめるってねそうそれでなかなかこううまいこと自分もアルバムこう進められへんくて、うん、なんかその時にふと自分の,その前のカバーとかして自分のこうミックスとかしてる時の自分のことを思い出して、はい、そういえば結構自分あの当時 自分の中で結構いい感じにカバーできてんなみたいな思っとったんでなんかもう自分で歌っちゃおうかなみたいなほう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 ,う自分でやったらビートも作ってるし早いんちゃうみたいな確かに確かにその時3年前ぐらいかなうん、うん、2021年ぐらいだったと思うんですけど、はい、ぐらいの時にはもう自分でビート作ってもうラップ乗せようみたいなへ<ー>で始めて、はい、でそのタイミングでいろいろあってチームとも離れることになって、うん、でも完全に独立してこう チームも所属してたわけじゃないんですけどなんかもう完全に一人になってうん、うん、もう一回こう自分で一人でこうやり始めてみたいなーデビートとかもラップもやってみたいなうん、うん、でもその時にはもうずっとレゲトンとかラテンをやりたいっていうのになってたんで、うん、YATT そのやた名義として初出したのレゲトンですね あそうなんだゲートン一発目一発目出しました。えーはい、え、でもそのアルバム自体はそのビートメーカーとして出したみたいな感じで自分のラップというかプレイヤー側をサブみたいな感じだったの結局ビートメーカーアルバムも出さずあーそういういことか、はい、進められず<ー>で出されへんくなってうん、うん、出されんっていうかそのあんまり進められへんかったからうん、うん、あ自分で売っ,っちゃおうみたいな。 そうですでなんかその、うん、最初ほんまの一発目のシングルはビートメーカー名義に、うん、あの客演で自分のラッパー名義を使って、はい、一人二役するみたいなをやってたんですよそれが一発目のシングルやって一人二役するのおもろいなと思ってで別にそのじゃあいざ顔を使い分けるとかじゃなくてビートメーカー名義やのに、うん フィーチャリングでラッパー名義自分のおるみたいな,なんかそのなんか絵面おもろいなと思って <laughs> それでそうなんか最初ピートメーカー名義で脚にじゃなくてそのシングル出してその後はもうその YATT のやたでシングル切っていこうみたいなそういうことかでレゲートン一発目出してみたいなレゲートンは 結構さ、なんか、あんまりさ、レゲトンのアーティストってまず日本にいないじゃん。はい,はい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 。で、レゲトンを多分めっちゃ聞いてる人っていうのも、なんか日本結構少ないんかなみたいな思ってて、そうっすね。どのタイミングでこう、レゲトンが好きになって、レゲトンどういうところが好きでっていうのをちょっとより聞きたいなっていうのをレゲトンの出会いは、うん、あの、ワイルドスピードあるじゃないですか、映画の。あ,あれね。あれのダンサクデュロー、わかりますえ、誰だっけどの人だっけあわかるわかるわかる、うんあ。あれ聞いて、この、うん 曲何ってなって調べたら、うん、確かそのポルトガル語かなとなんかスペイン語なんか混ざってんすよ。混ざっとってリークめっちゃディグっとってうん、うん、でその時にたまたまじゃなんかその。 言語のサウンド感もめっちゃかっこいいな両方ってなっ,とってて、うん、どっち学ぼうみたいなはい、はい、勉強したいってなってうん、うん、あそ言語自体そう言語自体僕そのなんか言語学好きなんであそういうことかどっちか勉強したいってなってたまたまスペイン語の方選んでみたいな<ー>でそっから じゃあこの歌ってるドモマールっていう人とか他の人うディグっていったらダディ・ヤンキーっていう人が出てきてとかそっからレゲトンがバーッ広がっていって自分の中でディグって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 いってレゲトンを聴くようになっていってみたいな2015年ぐらいだったんちゃうんですかね2015年ぐらい多分中3とかで聴いてマジではいマジでそうですえじゃあラップの前にレゲトンなのどっちかっていうとあでもそのラップ自体はもともとやっぱ聴いてましたあの僕の兄が高校生ラップ選手権とか僕もともと MC バトル入りなんですよ。 MC バトル入りなんだ。ヒップホップ自体は MC バトル入りで兄貴が高セラブ選手権とか見ててああなるほどねでまねしてみるみたいな今度兄貴がエミネムとかドクター・ドラドン聴いてるみたいなじゃあまするみたいなじゃトゥーパック聞いてますみたいなあじゃあまするみたいなそうずっとまねしていってなんかこう僕もこうどんどん入っていってみたいなはははいいいタイミングでダン男クドロでやってみたいななるほどねレゲトン聞くみたいなそういうことかそうですだから当時は MC バトルばっかり見てて日本語の音源とか全然聞いてなくてはい なんんかかももうバトルばっっり見ましたずと音源はラテン聞いたりとかちょっと別イ聞いたりみたいなそんな感じのことばっかりやっとってへえでだんだん日本語ラップも聞くようになってきてみたいなはいはいはいそっちなんでねそうですなるほどねいやレゲトンは結構なんか俺も結構好きやなあいうバイブスはね俺アフロとかが結構好きだからちょっと近いところあるやんねいいっすよねめちゃくちゃいいなと思っててめっちゃいいレゲトンおすすめのアーティストとかいるおすすめは結構ね僕 の好みになるんですけどやっぱ僕レゲトの好きなとこがメロディーの使い方とかはい、はい、あとはまあ普通にシンプルにやっぱ、まあ、みんながアメリカのヒップホップと聴いてる基準の一つで多分声とかもあると思うんですけど声もやっぱ僕結構好きではい、はい、それで言うとなんかそのブライティアーゴってやつがブライゴっていう人がおって、はい、あとノリエルっていう人がおって、うん、まあその人たちとかは結構な声も好きやし このノリエルっていう人に関してはなんかめっちゃタイトにめっちゃラップもするんですけど<ー>急に歌い出すんですよ。使い分けみたいなラテンの人結構マストでやっててみんな。あそうなんだね。フックめっちゃ歌うけどバーサンとシンクンバリーめっちゃタイトにラップするみたいなへ<ー>そういうのすげえかっこいいなとか思ってでなんか結構ラテンはほんまになんかこう,なんやろういろんなこう、まあ、日本のラップもそうですけど。 この人といえばこのジャンルとかヒップホップの仲間サブジャンルとかいっぱいあってそういうのあると思うんですけどす、ね、<laughs> 5時半にになります <laughs> 時半になの,の TikTok とかあ<ー> YouTube ショートとかを動かすっていうのを心がけてて毎日5時半に洗うなりました。<laughs> <laughs> いいね、そういうコンテンツをあげるっていう、そうなんです、そおー、なるほどね、毎日は乗っけないんですけど、一応、その5時半にアラームしといて、大体週2、3本とかあげるように、忘れないために、6時半にいつもアラームかけて、大事だわ、大事だわ、そう、超大事。 結構マスいろんこのジャンルで言えばこの人みたいなのがあるっていう、えー、日本のそうそれであってそのジャンルじゃない人がそのジャンルに攻めるみたいな動きとかするんですよ<ー>なんかタイトルなラップをばっかりしてる人の土俵にちょっと歌も多い人がちょっとはめ攻めるみたいなへえ<ー>逆にその歌ちょっと結構音ン使ってバーン歌ってる人のところに普段ラップしてるやつがちょっとこう。 オードン使いいに行くみたいなへ<ー>そういうムーブとか結構あって、はいはい、なんかそういうのを見てるとやっぱそのいろんなことできる人がほんまに。 なんか一人一人がいろんなことできるみたいな結構なんかほんまバットホップ一人でやってるみたいな, <laughs> なんかそんな感じの人多いんですよへえおもろいなそうだからなんかすかっこいいなみたいなどこ行ってもできるし何でもできるしみたいなはいはいはい、はい、かよく言ったらあのもっと言ったらレゲトンのリズムでバリタイトなラップするみたいなのが全然文化としてあるんではい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 なるほどねそうだからなんか全然聞いたことない音楽とかも多くてなるほどそうなんですよ ななななんか自分もこう取り入れるるとこ多いいみたいななるほどね絶対唯一無二にこう持っていけるような部分部分をこうチョイスして新しいもの作ろうかなみたいな普段心がけてやって,て、はい、なんでなんかそういう乗り入れるってやる人とかはそういうなんか幅が大きくてなんかそのもういろんなことできるっていうのは結構で声も結構俺好きやしみたいなでブライティアゴは結構歌歌もんが多いんですけど、うん、でもなんかその声も好きやしなんかやっぱ僕 なんかそのルックスとか身振り手振りとかでも結構好み出てくるんですよ。結構いけてる服装をしてたりとか,、うん、なんか身振り手振りがばりかっこよくて自分を真似したくなるとか全部込みで、うん、うわ俺この人の真似したいなみたいな思わされた時にめっちゃ好きになっていくみたいなそうなんですよ結構それ自分でなんかこう普段音楽聴いててもったいない箇所ではあるなと思ってて。音で 最初いてこの曲ばりがっこいやんってなってもいったかあんまり服装とかに気使ってないんやなとか別に自分一緒のこと言えるかって言うとそうでもないけど明らかに自分の好みの服装とかじゃなかったら聞かない時とかあるんですよへえそうなんだめっちゃもったいないなって自分で思いつつここちょっと直していかなあかんなとかどうなんだろうね 超重要なのかなっていうのはめっちゃ思うからまあこれあのさ「ペイのさあの多分出てると思うんですけど「ペイのリミックスっていう曲をねあの俺出た曲のやつ撮ってめっちゃあのね撮りやすかったんよ超撮影しやすくてめっちゃ撮影しやすいなっていう思ってなんでんだろうなって言ってやっぱ振ってじみてるとやっぱ動きがねもうね結構ね映えるんよねカメラ。 ありがとうございますいやそれがなんか俺、そこでうわすっげえアーティストやなって思ったんで <そう S 1> でも、身振り手振りは、めっちゃそのラテンの人を見たりして勉強してますうんうんえーそうなんだなん勉,強、まあ、勉強してるっていうか、これまでの人、これまでの人とか、ずっとこう見てるわけじゃないですけど、なんか、なんでかっこいいんやろ、この人たちって、トータルで見たときに、この動きあるからかなみたいな,なんかこの、このタイミングでこの動きするからかっこいいんかなとか、なんかこう、そういうのも。 結構意識しなながら PV 見たりとか、んで僕結構そのほんまいいなと思った曲絶対 PV 見たいんですよおおそういうタイプだそうなんですよはい,い、はい、PV 見たくて、うん、PV の映りどんな感じなのとかはい、はい、気になってへえ<ー>で何か意外とラテンなんかちょっとちょっと踊れる人もいるんですよダンスというかあ<ー>もともとダンスかじってましたみたいな感じでして <laughs> なんかそういう僕もちょっとダンスかじってたんであっそうなんだ何かちょっとこれこの辺あんまりこうなんかダンスしすぎたらやりすぎて。 気持ち悪いなみたいなあるけど、うんうん、このここにちょっと軽くこうダンス入れるからかっこいいみたいな瞬間があったりとかで、あマしようかなみたいなとかがあったりとかで、結構意識してみたりとかもする時ありますね。はい、えーなるほどね。結構これ重要じゃない？いや重要だと思うんですよね。サイファーをラップスターやってる理由は俺そこだと思うんだよね。うみりみぶり手ぶりとかはめちゃくちゃ多分。うん 審査員の人見てると思ううんでね。そすよなんかこうやっぱり自信のない動きとかしちゃうとねなんかこうやっぱ見えちゃうしそういう動きとかにやりきらなあかんしみたいな絶対それなそうだからもうやりきったろうみたいなんで言ってたんでそうん。ここ俺の世界」みたいな「もう俺がおらん」みたいな感じでやっとったんでそうだよねそうだよねめっちゃ感じたそれはめっちゃいいなと思ってたから薄いとかもそうだし「俺だけ見て」みたいなみたいな感じでやっとったんでハハ さすがやなそう,そ,うそうだよねそうそうでも結構重要よな <うん S 1> やっぱライブとかもそうだと思うしそう,そ,うそうだよなちょっとこれはね是非皆さんあのやっぱ結構ラップとかやったりとかアーティストをやってる方とかでなんかもう一歩だなっていう風に思う人がもし中にいたとしたら多分そういうところも結構重要なのかなとはなんとなく思うですねう <ん S 1> そうね なるほどなるほどお前結構楽しい話しててちょっと一回ラップサロン歌詞戻るんですけどはいこれは「ージの上が俺にとっちゃな那国」各地跳ね回る likebutbunny 目の前に見えてる3 w o m i を稼ぐ俺のトラップとレゲトン一旦ここで切ろうかな OK ですこれはその与那国ってあんまあるじゃないですかでなんかその b ッ t b u n n y が「与那国」って曲出しててえって ちょっといい与那国多分あのその南の方にある多分その島みたいなああまあ言ったらんかもう普通に沖縄乗りみたいな僕は買ってないんでそういうことで沖縄乗りみたい沖縄の人に怒られるかもしれんからちょっとあれやったらハサミでハサミでねハサミで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 沖縄のでハサミで沖縄の町だからそのまあ何か言ったらそういう リラックスできる場所というか自分にとってこう楽しい場所みたいなリラックスできてこうはっちゃけれる場所みたいなのが俺にはステージ上みたいなのいでバッドバニーが「与那国」っていう曲出してて自分の今後のビジョンとして、まあ、全国各地こうライブで飛んでいくみたいなイメージしててうん、うん、でバッドバニーもやっぱワールドツアーとかやってはるし「与那、うん、国」っていう曲出してるしみたいな。うんうんうん まあ、でなんかそのこうやっぱそういう場所与那国っていう場所のイメージがそういうなんかリラックスしてはっちゃけてみたいな、うん、こうまあいった沖縄とかで自分がこう旅行とか行った時のバイブス、はい、こうみたいなのを重ね合わせたりして南国バイブス的な。をこうイメージしとってみたいなんでステージ上側がに一番やっぱ自分がステージの上がやっぱり楽しいし歌ってる時が やっぱ一番幸せやしうんなんかこうほんまは生きがいやなみたいな感じてる時なんでそれを例えてみたいなでトラップもレゲートンもやるしいは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 いでもう300万いただきますみたいな <laughs> そんな感じでそういうことか、はい、なるほどですね、はい、トラップとレゲートンですね、はい、そうです,うですはいえこれは結構さ、まあ、ちょっとさっきレゲトンの話したと思うんだけど、はい、日本でこうどういう感じなのなんか自分的にもやっぱこう レゲトンとトラップの両党でいきたいって感じじゃんそれとも結構レゲトンとかそっちの方に自分振っていきたいなみたいな感じじゃんでもなんか結構そこ迷いどころもあってほんまは もうトラップとレゲトンっていうか、まあ、その基本的にやっぱりそのさっきも言ったみたいに、運転、うん、の人ってトラップもレゲトンもやるしみたいな。あ,あ、そか。なでもかんでもやるんで。うん,うん。のマストっていうか、もうベーシックでどっちもやるみたいなのが一番理想なんですけど。うんうん、やっぱりその。基本的にまだレゲトンがちょっとあんまり浸透しなかったりとかがあるんで。そうだよね。必要以上にレゲトンをどうやって広めるかとかもやっぱ考えなあかん。確か,確,か確かに、確かに。確なんか、その、多分日本で。レゲトン調の曲とかを。 レゲトンとして聴いてる人ってあんまいないと思うんですよ。はいはいはいそれはそうだよね。なんとなくこのずかずかみたいなうん、うん、あこういうリズムめっちゃいいなみたいなはいはいはいみたいなノリで多分聴いてはる人がほとんどやと確かに確かに。なんかそのなんやろレゲトンとして認知しっかりしてもらうみたいなうん、うん、みたいなその行動は必要やなと思ってるんでうん、うん、ちょっとだからそのレゲトン を多めにするるシーズンがああったりとかもあるかももしれないんかその辺はちょっと今自分で考えながらでも一本この前レゲートンの PV 撮ってきたっすねおお<ー>、はい、でそうですあのー、僕の,あの大阪の仲良くしてもらってるクルーにスライムネイバーっていうのがおって、はい、スライムネイバーはい、はい、もうそ結構クリエイティブなチームで、えー、カメラマンもおるしディレクターもおるし、うん、でラッパーめっちゃおるし、えー、DJ も2人おって。 結構クリエイティブなチームであそうなんだそこのデン・ブッシュっていうデン・ボッシュっていうアーティストがおってその人と今 EP 作ってておマジで結構アフロアマピアノアマピアノねいいねアマピアノアマピアノ2曲とレゲトン1曲と結構普通にシンプルなアフロみたいな曲でもう1個があれもレゲトンかな 5曲ぐらいで EV 組んでてそれの中のレゲトンの PV この前撮ってきてめっちゃいい南国バイブスシットだ南国バイブシットなんですけど <laughs> でも結構ゴリッとレゲトンっすあのあ<っ>なんか結構レゲトンって結構夏の感じとかイメージ強いと思うんですけど、うん、もうちゃんとなんかその,その曲の内容はこう女の自分のパートナーと喧嘩して でもこのパートナーがやっぱ一番よねみたいな曲なんですよ。へー。そ<う>あそういうのやっぱレギトンそういう感じなんだ。レギトンってやっぱアイの R&B に近いのかな。ね、内容でいうと。結構。でそれを。 あの撮ってきてきみたいな<ー>結構もうそのゴリッゴリッのレゲトンなんで向こうの,の向こうのゴリッゴリのレゲトンのスタイルゴリッとしてるんで <laughs> <laughs> それ撮ってきたんでもう公開が楽しみでじゃないですよ <laughs> やばいねはいいろやっぱこうもう結構こうそういう系の動きでだいぶこの、うん、そうなんですよブレッド集められてるっていう感じなのかな、うん、で<ー>もう一個その EP からアマピアノの PV とかも撮ったら、はい、アマピアノ PV 撮ってる人おるんかなみたいな <laughs> 確かにねそう絶対そっち系で その EP がそういうテーマがあるんでラテンとかアフロとかそっち系でやったら絶対かっこよくねみたいな確かに確かにマナー撮ってみたいな感じですね俺はもうここ最近ずっとね日本でアフローって出てこねえかっていうのをずっと待ってるいやね出てくるでしょ出てくる出てくるよねバーナーボーイみたいなやつがバーナーボーイみたいなやつ出てきたやばいね日本からバーナーボーイって言ってくしょ気付いたら でもなんかアフロの人とかめっちゃ好きなんかちゃんとフレックスするじゃないですかこう <うん S 1> バーナーボーイとかもなんか結構甘いこと歌ってるのにバリバリチェーンしてるみたいなうわかっけえなみたいなその,辺のなんのムーブもかっこいいなみたいな確なかに甘いこと歌ったりしてる人結構こうスラッとしがちがいじゃないですか。むっちゃなんかあのスラックス みたいなバーナーボイチゲーからみたいな確かにタグトップにチェーンで愛したおうシーンやからみたいなチェーンカシーンみたいなそこが好きなんですなるほどね確かに確かに言ってることわかるかもちゃんとちゃんとみたいなちゃんとね男としてもしっかり憧れるみたいなはい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 はたはいいういは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 いいいは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 い もうフレんかこうすげえかっこいいなみたいな普通にん甘さに全部振りせへんところとかそういうことね確かに確かに確かに見ことかる辛いとこもあるみたい辛いだけどスパイシーさもちょっとあるみたいそう確かにねレゲトとかアフロって結構そうよねなんかすごいさんか例えばさ言葉はどうっていうかちょっとむずいけどさ例えばじゃあえっとうんむちゃくちゃ歌 の人が例えば日本にいるるすやシンガーみたいな、そ、うん、しゃ結構そこに合わせた格好だったり、うんうん、そこに合わせた髪型だったり、そ,ね、そこに合わせたバイブスっていうのがずっと保たれるというか、そういうイメージだけど、アフロって結構そういう感じだけどさ、ね、なんかもうなんか、そうですね。 言うても、うんその辺がやっぱなんかかっこいいんですよねわ、うん、か,かるなめっちゃほんまなんかラデンとかも,もうバリバリフェードしてクロップしてチェーンが足んやけどバリ甘いこと歌うヨたみたいな「YOU」<laughs> <laughs> みたいなやっぱそういうの目指してるドラマとやっぱあるっすあるす<ー>っすおおいいねどうしてもこう甘い感じにこう全振りしちゃうとなんかこうやっぱなんかどこまで行ってもなんか僕の勝手なイメージですけどうん、うん やっぱそういう全振りちゃうとまたこうちょっとそれていっちゃいするんで、はい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 ップシーンから。なるほどね。なんかその辺もこう軌道修正しながらこう。うん。行きたいな行きたいなと思ってええいいですねいいですなるほど見せ方見せ方見せ方重要だね。確かに確かに。じゃこれ最後だね。前回は仕組んだけど何回も乾杯か gain。みんなにしてほしい俺の夢だから必要このお金とちお力とお金。そうですね。前回は。前回はあの。 今回の1個前のラップスター出て2023か、うん、に出てで前回はエリアトライアルがあったんですよねえっ、ー、と3 4 0 0人から130120ぐらいあっ,あったねあってそこの次がサイファーやってうん、うん、その130人までで終わっちゃったみたいなで まあそれでちょっとしくったなと思いつつでそこから自分の中で軌道修正して必要なこと何かみたいなちょっと研究して今年出てみたいな感じだったんでそのことをちょっと言っててなるほど、ね、でまあ、まあ、その来年も絶対出たろうみたいな感じだったんでそ,の時はそうですもうあからさまにミスったんですよあの言葉出なくなったじゃないんそうなんですかそ,そうだよねそう詰まっちゃってうん、うん、なんか まあその時の自分のやっぱ現場力とか足りなくてちょっと詰まっちゃってみたいなものに出ててんでなんかそれのもうそうなるってことはもうその足りひんものがもうすぐ目に見えたんでやっぱそういうステージの離れとかやっぱ当時全然ライブもしたことない状態で勢いで行っちゃったのもあったんでもうじゃあそこ課題やなみたいなそ,んなもうそこばっかり意識して次までに鍛えようみたいな。 なんでもうもう一回カンバカゲみたいなバ、はい、イブスでおってみたいななるほどねそして、まあ、夢とかはやっぱりあれですねそのラテンのフェスとかめっちゃ先のビジョンなんですけど、うん、あラテンのフェスとか出たいですねそれももう普通になんか1個なんかコカ・コーラフローフェストみたいな。 海外の,そのラテンのフェスもうマジの外国のラテンのフェスがあってラテンのアーティストがもう前線でおる人がバンバン出るみたいなやばもう超,超ビッグフェスみたいないいそこ行けたら熱い熱みたいなバリもすげえもう多分ラテンでもガンガン前出とか出られんよんなとかと思うんですけど <laughs> いや夢は大きくでしょうみたいな <laughs> そうだよね、はい、はい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 まあそんなんとかやっぱりこうね世界のそういうラテンのアーティストとかと組んだりしたいし、うん でそ,のそういうのをもっと日本にバーコン入れてきたら、はい、絶対日本のシーンも絶対おもろいことになると思う,そう俺もそれは思うな、うん、なんかおもろいことしたいなみたいなずっと思ってるんでなんかそんなんもやっぱり日本の音楽シーン盛り上げるのに絶対おも、うん、なんか一つ手になるかなと思うんでうん、うん、なんでやっぱ自分まずはここの日本で。 自分ができることやろうみたいなってていう意味込めてるす、ねうん、なるほどっすねはいそういうことかそうで,すでここがまあ応募、まあ、サイファーもほぼ一緒なんだけどねそうですねうん、うん、なんかここで言っとくサイファーで、うん、えっと応募動画で言ってたけどサイファーで、うんじゃあごめん応募動画で言ってなかったけどサイファーで言ってたことでうんここについて話したいっていうところとかあったのえーっとどんなのですか,だか大体一緒やね フロム何もない町生まれが貧乏だとしてもすべてを手の中に、うん、自信があり今の俺を誰も止めれないママストーリーはガラゴフです抜ける思い出の街、うん、半半分け屋三百万北でスタートラインうん、うん、まあこれは、まあ、スタートラインっていうのはまあなんかこうサイファー行った時の、うん、サイファー合格に行ける合格通知の時にうん、うん、なんかこっから なんかこうもちろん応募動画ももちろん切られてたんですけどんかこうやっとしっかりこうやっぱ言ったらテレビというかアベマがこう来てみたいな、ねうんうん、こっからまずじゃあもうスタートラインやなみたいな思って変えたりとかもあってそこででその意外とそのディレクターとかに言われたんですけど「半バケって。 バリス思ハンバケってって言ってたんだそこハンバケって言うんですけど半分することハンバケって言わないですかね言わないね <laughs> 絶対に言わないな <laughs> えこれやたスラングなんかなやたスラングなんかもしかしたらそうなんかなと思って <laughs> いやなんかうちではたまに言うんですよハン,バケハンバケしいやみたいな <laughs> へえ<ー>ハンバケしいヤ言うて仲よくハンバケしいみたいなと多分ばあちゃんとかも言っとってあそうなんだ結構ばあちゃんなんかどっか なんかどこで知りたんか分からんことに出してくるんですよ。お風呂とかもなんか,こうか,ごかごみ屋っていうんですよかごみ屋片までかごみ屋みたいな。へえー、あれ聞いた。片 <laughs> までつかるって意味なんでへえ<ー>。かごむっていうはい、はい、それもなんか誰かに言った時に、うん、何それみたいになってあもしかしたら八たスラングやったんかえ大阪とかじゃなくてあでもばあちゃんは山口出身で。 大阪おったんですけどしばらくうん、うん、また山口帰っちゃってみたいなやったんですけどもともとはルーツは山口でみたいな感じなんですけど<ー>うんハンバーグや<ー>ハンバーグ言わんのやみたいな <laughs> ハンバーグや聞いとことないハンバーグえ、うん、そうでまあ母親と優勝者ハンバーグしようかなと思ってたんであ優勝賞金を、うん、そういうことねそうでボ取ってくれるか分からんけどみたいなああそっかそっかそっか、うん なるほどっすね。そうそうそう。ええー、いいっすね。ハンバケ。ハンバケです。ハンバケとカゴミヤ。カゴミヤ。この2つ覚えて、ねね、帰ってください。肩までカゴミヤ。<laughs> <laughs> いいですねいいですね俺普通に沖縄とかのあっじゃあ沖縄じゃない方大阪とかの言葉だと思ってた全然ねもしかして大阪でもでもないないかもしれないやったすらぐ自分で言葉を作り出してるもうすでに強いなオッケーじゃちょっとフットステージの方も行きましょうかなここも結構重要かなと思っててまあ貧乏暇なしのまま星は見える見上げれば川崎名古屋みたいじゃない素朴な町堀上育ちも寝合いちゃんとお前はと所町 Let me know どこでも必ず見える俺みたいにラップスター夢見せる夢見せる地元の街そうですね、うん、これはもうまあなんかそのやっぱその星が見上げれば誰でも見えるみたいに、うん、僕もほんまにそのマジゼロから来たんでうん、うん、でここまでは来れたし、うん、おめえも行けんぞみたいなうん画面の向こうの人たち絶対行けるからみたいな僕ほんまほんましこったまんがのことばっか考えてやってきて、うん ラップスターとかも絶対いい機会と思ってたしずっと毎年毎年去年出てそれがやっぱりいい機会なってなったし、うん、去年出た段階でやっぱこういろんな反応があったりしてうん、うん、そうだよねそうそれでやっぱり実際に去年のやつ見てなんか自分にこう声かけてくれた人もおったしええやばくねそうそうだからやっぱ絶対ああいうのってなんかこうねやっぱ出ない人もおるけどうん んやったらもうそんなん利用したるぐらいこう巻き込んで自分に巻き込むぐらいの力でいったら絶対いいものやし確かにいいコンテンツやしそうんか自分の一番大きいプロモーションにもなるし自分のポテンシャルを見せれる場所じゃないですかなかなかああやってメディアって今やったらねいろんなコンテンツ出てきたけどでもそれでもやっぱりああいうメディアってほんま大事にね僕はやっぱり出て行ってたりしたいしと思ってなるそれで まあ星は見え,見え上げれば見えんでみたいな感じでやってて。川崎、名古屋みたいなさ、これもうヒップホップのちょっとキャプテンみたいなところあるやんね。そうなんですよ、ね。まあ東京もちろんそうだけど、うんうん、名古屋とか、川崎とかってさ、なんかもうヒップホップって今現代で言ったらさ、うんうん、やっぱみんなわかるやん、ピ、うん、ッカーです、めっちゃ出てきてさ。ね、なんかそれに対するさ、あれみたいなあるのその、なんて言うんだろう、あのフラステーションじゃないけどさ、ちょっと踊ってる感じっていうかさ、自分の地元とか。 そうですねでも、なんかまあやっぱりそのこのやっぱり軸がやっぱり僕、ほんますごい狭い世界の話をしてるんで、一歩ちょっと外に出れば、堺とかで見れば、別にやっぱおるし、アーティスト、うん、RCA さんとかも、堺っ<だ>こ、うん、やし、ほか、はいうんうん、にもレゲエア,アーティストとかもおるし、うん、まあヒップホップじゃないけど、っやっぱ音楽やってる人おるし、堺にも、うんうん、それこそ、スティッキーバッツ君、あの人と僕、最寄り一緒ですもんね。 えー、なんですけど僕があまりにもこう自分のそもうすぐ外側の話ばっかりしてたんで、うん、やっぱなんかこう比べるところがすげえ見たとこ大きすぎてやっぱ川崎名古屋のことパンってこうやっぱ思ったら、うん、ああいう街ってなんかすげえやっぱりヒップホップがねこうぜぜなんかこう前線のアーティストがいっぱいおるしそういうとこに比べたら全然なんかやっぱ自分も。 川崎とかの後輩今こうラップやり始めた人とかってもろにバットホップがおってとかやばいじゃないですかうああいう環境って多分すごいモチベーションにもなるやろうしでやっぱバットホップとかもこう地元に還元とかもしてるじゃないですかそう、ね、ああいうの見たらすげえんかやっぱめっちゃリスペクトやし、うん、ああいうことできる 人っってすごいかっこいいなと思まあそういうのもなんか、まあ、自分もできるようになったらいいなとかも思いつつでうん、うん、自分を見てやっぱり音楽やり始めたとかいう声やっぱ聞きなんかねそういう人っても増,え増えてたらやっぱ、ね、日本のシーンとか盛り上がるしみたいな,確かになは思ってたんでうん、うん、なんでこうそんな感じのことをこう考えながら書いたりしてもう言い切って。 言い切ってまおうみたいな川崎・名古屋とかじゃないしみたいな見上げたら見えるしみたいな「ついてこいよめみたいなそんなワイプスで書いてたっすねなるほどっすねそういうことかそうすよっしゃよっしゃよっしゃなるほどねえ結構さ俺ちょっと話変わっちゃうんだけどさあのえっと「もしも」「泣き虫」これが俺結構好きな曲でありがとうございますちょっとこの いちに入ってると思うんだけどそこをもう聞きたいなと思ってたんだけどまず「泣き虫」からいこうかな泣き虫ね「泣き虫」っていう曲があるんですけどは、はい、そのちょっと内容っていうか泣き虫はもうほんまにもろに、うん、僕マジ、ま、で泣き虫なんですよ <laughs> めっちゃ泣き虫であのちっちゃい頃とか僕、うん、あの 空手習ってたんですよ、はい、キックボクボシング幼稚園から小学校4年生ぐらいまで習っとってうん、うん、でもちっちゃ,ちっちゃい頃幼稚園とか小学校1年生ぐらいかなもう行くのが嫌で <laughs> 家からすぐそこへ行ってたんですけどそのキックボクシングの近くにある駐車場の車の裏隠れてずっと泣いててみたいなえマジで行きたくないからずっ <laughs> と裏隠れて泣いてて道場の先生が時間になってもこうへんから探しに来るみたいな。<laughs> で親に電話してみたいなあのレイキがあ僕レイキ言って言うんですけど、はい、下の名前、ええ、レイキが泣いてますみたいな <laughs> でそういうちっちゃい頃からんかそんなしょうもないことで泣いてばっかりしとって、ええ、で試合とか行っても、うん、もうやる前から泣いてるんですよ <laughs> 怖すぎて <laughs> もう怖くて泣いてるて <laughs> そうでやっぱり大人になってももうなんかちょっと ちょっとしたことあったらすぐ泣いてもうたりとか、うん、この前もなんか仲間とそれこそスライムネイバーとかと、うん、いつもなんか毎月第一金曜日にパーティーしてて、はい、みんなでなんかこ自分の新曲持ってきたりとかうん、うん、みんなで酒飲んでもうすパーーティーみたいな、本マ <laughs> のパーティーみたいなのを毎月金曜日に大阪の石橋ってところでやってて<ー>そこでもなんか結構なんか柄にもなくめっちゃ深い話になってもうてみんなで。 なんか俺もこんなこんなんでやってきてさみたいなラップスター終わった後なんかあの出た後ぐらいの回で,んでなんかそれで「ラップスターお疲れさん」みたいなのもありつつなんか話しとったらなんか涙出てきてき <laughs> <laughs> なんかみんなマジでありがとうやしみんなおるってくれるからやしうん、うん、みたいなマインド入ってもらってうん、うん、涙出てきてみたいな, <laughs> でなんかその泣き虫っていうのが根本的にあってでなんかこう、まあ、母親のこととか まあ基本的にその泣き虫ではあの母親のことを歌ってるんですけどうん、うん、なんかまあ親父もなんかまあどうなんな、ね、世間的に見てこういいお父さんかって言われたらそうじゃないかもしれないとは思うしまあ母親があのいいようには言わないっていうことは多分そういうふうに感じたんやと思うし母親が。なんでなんかそういうこととかもなんか家庭環境をまあ主にこう。 歌ってるみたいな。うんうん、なんかこう？親父側の実家とか行ったの？よく覚えてるんですけど、だいたい泣いてましたね。あの親父が喧嘩するんで、親父の親父、<ー>お父さんだからおじいちゃんですね。 お父さんが自分の両親とも結婚してそうそう大体毎回ケンカしてたイメージしかないんでなんかそれの怒鳴り声聞いて泣くみたいなうん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 んかゲーム違う部屋でゲームしてて違う部屋から怒鳴り声が聞こえてゲームしながら泣くみたいなおなるほどねそんなんとかもあってんかそういうのを思い出してなんかより自分の過去を振り返ってまあやっぱそういう意味でもやっぱハワイも苦労してやるしうんうん なんかそんなもみながら泣き虫は描いてましたね。なるほどですね。で当時よく US のその泣き虫描いた時は US のトラップめっちゃ聴いた時付き合ってはいはいはい。でなんか自分もそれそういう感じで消化したいなみたいなうん、うん、ちょっとペインペインじゃないけどなんかこうちょっとこうそういうノリで描こうみたいな。うん でビートも作ってみたいな感じった、うん、あビートも自分作ってんだあれビートも自分,自分で作ってますーすげえな <laughs> いや才能やべえよマジでいやほんまたまったわねビートをこうやってたから後々ラッパーになった時に生きてきたっていうもうほんま良かったなっていうやっぱビート作れたりとかするとさビートへの理解度が深まるっていうかうあるからやっぱ書きやすいんかなそうですねうんうん レックス君とかもそうやねビートも自分で作ることもできるしみたいな。あれデックスだっけデックスだっけ自分でビート作るの。デックスビート作るの。それは作れいろんな人がさ、ビート自分で作る人とか、じゃあトラビス・スコットとかさ、自分でビート作ったりとかさ、するわけやねん。マカニエとかさ。結構さ、全員じゃないと思うんだけど、どうビート作るのとラップ両方とも勉強するのっぱおすすめでも、そうですね。でも実際、じゃ今から、あの、 あでもそうやないやでも僕今の時代やったらビートは自分で勉強し今から始めても全然おすすめですね。というのもそのやっぱり今の時代ってビートはすごい作りやすい環境にはあるんで、うん、こうやっぱりサンプリングサンプルのこう使いやすさだったりとか全然やっぱり昔とは違うと思うんで、うん、極端な話楽器が弾けなくてもこう作れちゃうような環境にはあるって。 サンプ使使うかかわないいいのよししは一旦置いといてビートを作るっていうことに関してはやっぱりこうやりやすい時代にはなってるのかなと思ってうんでなんでだから知り合いのチームの,あの仲間の子とかがビートを作りたいねんなって言ったらもうガンガンやれやれやれっつってやってみってもす,ぐすぐできるからっつって<ー>そったんの形はみたいな。 的なことは一旦多分すぐ一応作れるような時代にはなってると思う普通に、うん、押して押してやってて、まあ、そこからの,その細かいこうやっぱビートメーカーとしてのプライドとかそのこだわりとかあ後々こう自分でこう感覚を分かっていくと思う運命みたいな感じでだからビート自体は多分全然僕は今からでもやっぱおすすめやと思うっすねやっぱこう自分でビートへのこう理解度とかもやっぱ変わってくるしホンに絶対そうだよねこ、うん、ここにこの スネアがなっといていてほしとから、はいうん、あれもできてたらそのこだわりがちりつもりになってめっちゃいい全体のトータルでめっちゃいいグループできてるとか,か,か全然あると思うんでうん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 やっぱりできた子でほんまベストはやっぱ楽器とかも弾けてああまあビート数だったらってことでね確、うん、かにラップスターとかにも出てはるあの「デッドストックン」とかはいはいはい普通に「無双でしょ <laughs> <双>バイオリン」とか <laughs>、うん、あの人無双でしょ普通に。 いないや俺も知ってるから個人的にデッドのことは知ってるからいやすげえなと思うけどでも彼すごいよリスペクトしてるっすねうんリズム感とかフローとかもさやっぱんかねっいいっすよねいいっすね。ねビートメーカーだからっていうやっぱなんかこう音への感性が感度とかが全然違うと思うんですよね確かにんかもともとデッドストック君あのちょっと前にハク君 え知ってるかな大阪の大阪かな伯君ってなんかラッパーのサイバーイさんって方ってあったそうだねサイバーイさんってした曲を多分作ってはると思うんですけどデッドソがクンがそれで最初知ってははははなるほどねでんかこの人はビートも作ってるみたいなもなんかこう知って そこで知ってみたいなビートやりながらラップもしてる人なんやみたいなんでちょっと知っとって今回のラップスターで「あデトッドソくんや」みたいな出てる、えー、あじゃあもともと知ってたんだねいい僕は一方的に知ってましたそういうことかはいなるほどねそうなんですよ、ね、はいそう やるべきです。やるべきです。勉強基本を勉強するのは良さそうだよね。普通にね、絶対が自分のなんか歌とか。歌詞とかラップにめっちゃ生きてくる気がしますよね。絶対絶対。ちょっとね、あの話一回まずちゃったんだけど。もう一回、ごめん、戻ります。失礼しました。隙間風が邪魔。壁を突き抜けていく音が。床は常に冷たいまんま。傾いた実感に皆肩。耳傾け。今あべま。そうですね。 これはうちの家、ちょっと古くて、もともと僕の祖父母がそこで寿司屋をやってたんですよ。寿司屋昔からある家なんで、ほんま若干傾いてるんですよ。窓が閉まらへんんですよ、ちゃんと。鍵閉めてもちょっと隙間空くみたいな、そこからめっちゃ隙間が入ってくるんです冬、寒いしみたいな。そう床もめっちゃ冷たいんですよ。 下がもろ床下みたいな感じなんでめっちゃ冷たくていうかとかそういうのがあって一応なんか家とかも割と扉とかも分厚いんですけど古いから全然音がバーン突き抜けていくみたいななるねそれでそんな感じのリリックを書いててみたいな自分の実家のあれだそしてそういう今 でまあ、基本的にその家にその僕のホームスタジオみたいなのがあるんでそこのスタジオにから安倍 e m a ってき来たぞみたいな、ね、うんそういうことね、はい、なるほどなるほどそうです毎朝親のために生きてていく玄関ん、うん、夕方にグッチと一緒にバックホームうん、うん、唯一買ってあげたグッチも廃れたよ、うん、そうですこれはもうそのままで、うん、う毎,朝毎朝っていうかもうほぼほぼ いや,いやは言うてお金出ていくみたいな <laughs> 仕事嫌やわ言うて出ていくみたいなでまた帰ってきたら、うん、まああれやわ言うて帰ってくるみたいな <laughs> まあ職場のちょっとあれをみたいなまあいろいろ、まあ、人悩みあるああるよ、ね、ある,ある人間関係はね、うん、人間関係もあるしみたいなんでまあ帰ってきあったりとかで、うん、なんか一回ちょっと前になんかそ誕生日で、うん、なんか思い切ってなんかそのなんかなんか その当時の自分で最大限のことをやりたくてそれでグッチの店行って衝動的に行って俺もうお金にグッチ買おうみたいなネックレスを買ってあげたんですけどだいぶそれもんかこう錆びちゃってきてみたいな時間経ってみたいなそんな感じのリリックでフットステージ実てあれよねあうそうなんかすう こうそういうことを思い出して、うん、まあこのラップスターを機にも,、ね、もっといいもんを、ね、プレゼントしたりとかうん、うん、なんかできたらなあっていうのを思いながらこうやってたらできてたっすね自然とでるというかうんうん、なるほどねそうですいいね結構やっぱそこはでかいんだその、まあ、最初の方めってたと思うけど、うん、お母さんを楽させたいというかそうですよねだってほんま、うん、なんかやっぱり男2人もおったらやっぱ兄、うん、僕は 割と一切反抗期は来なかったんですけど。あ、そうなんだ。来なかった。逆に言ったら、そのちっちゃい頃はやっぱあったんですけど。学生になってからの、そのなんかもう黙れよみたいなのはなかったんで。あ、それは一番大きいのはやっぱ兄が逆に言ったら。うん 専門学校とか行ってる時ぐらいまで結構おかんのよく喧嘩しとったんで朝一に怒号で僕が起きるみたいなマジでおかんが切れてる怒号で起きるみたいなぐらい、えー、そのやっぱ兄が結構そういう怒られたりしとったんでんかこう自然とやっぱそれを見た次男とか、うん、弟側って。 そううなならへんよにするじゃいですかそういうのってやっぱ一ストレスやしんか一回ほんまにオカンが爆発した時があって兄に対して今まではほんまにバー怒ってるけど一回んかほんまにそれの何倍も爆発した時があってあんたおったらもうストレスあんねみたいなもう振り切った時があってあこれほんまにやばいやつやってなってその辺からもっとよりんかそういう一ストレスはこっちが意識したら絶対 ならへん話やしみたいなとか思えて何かこうより母親に対してまあ大人になるにつれて考えるようになってみたいなな、うん、なるほどねなんで、そういうのも見てきたしまあ何かこうねそんなんもやっぱ見てると恩返し恩返しじゃないけどなんかそう、ちょっと楽し、ね、苦労した分みたいなねみたいな思うんでって感じで。 まズボーイでまズボイでやらせてもらってますわ <laughs> <laughs> あそれでやらせてもらってますなるほどお願いしますそうか卓に矛盾し都度反省有言実行結果で証明、うん、流しまくった汗との涙真面目に不真面目な貧乏人暇なしのままそうそうねなんか、まあ、こうほんまたまにやっぱ人間なんで、うん、こう なんやろうちょっとこう邪念が入ったりする時もやっぱりありつつでんかこう母親の意思に反してることではこうやっちゃってんやろうなとか思いつつうん、うん、な時もあるけどこうまたこうあやあかんあかんあかんと思ってこうおかんのためにこれは頑張ろうみたいなのとかこの,このちょっとこう外れる瞬間みたいなのもあるんでやっぱりうん、うん、でなんかうわ真面目に不真面目や <laughs> <laughs> なる真面目に不真面目や俺みたいなはいでも一番はねこうやっぱ 目をかけない泣かせへんようなことを泣かすようなことはせえへんっていうのは心の中に決めてるんですけど、うん、なんかね、まあ、そういうようなことをこう思ってえっ、ー、とー「時に矛盾失と反省」「うん、有限実行結果で証明」「有限実行結果で証明」はもうマジでさっきも言ったみたいにその、うんやろう周りの人環境とかがこう認めてくれたりとかそういうので。 なんかこう自分の中でやっぱ細かいこう逆算して目標設定みたいなの結構したりしててほいほいほいなんか例えばじゃあどっかに出るには何をしたらいいんかとか、うん、まあいついつまでに曲出してみたいなうん、うん、それの反応次第でこうしてみたいなとか考えて自分なりにこうやっていかなあかんなとか、うん、ででそれで誰々とやりたいなとか思ってたりとか、うん、こういろんなことを思ってる中でそうじゃあ誰々とできたとかも結構そういうのがいろいろあったんで。ううん、うん この2023年から2024年の間で、うん、なんでこう自分でこう言ったことをこう叶えていってる感じとかもやっぱなんかこの成功体験の積み重ねってすっげえ大事やなみたいな最近いやめっちゃそれはめっちゃ思うね、うん、んこの一個成功したこののじるう汁感、うん、これをもう一回やることに目指してやることによってこ原動力になるし、はい、確かにここの気持ちをさ忘れたくないなとか、うん モチベーションにもろにつながるんで、うん、なんかそういうのを大事にしたいなって今思っててうそれでこう一個一個こう目標を立ててこなしてな、ね、やったったぞで、うん、ま,また次やみたいなんで<ー>こう結果を出していくみたいな<ー>で、まあ、まさかまさかっていうかラップスターもここまで来れたしみたいな,、うん、なんかやっぱ前ねやっぱ130人ぐらい落ちて <laughs> そ,、ねうん、そっからのやっぱ12人までなんかまずは 自分でもしっかりかみしめようと思ってそこ,のそこまでいけたっていうのは自分でも誇っていいことやしいと思って、うん、うん,なんかそういうのもしっかりこう次につなげるためにも、はい、モチベーションキープのためにも、うん、自分でやったことはしっかりこう受け入れて、うん、失敗も成功もせえしって感じでそういうのもこうリリックになんか出していきたいなみたいなはいはい、はい、っていうのはあるん、ね、だそうっすうん、うん、えリリック書く時って結構やっぱその場で自分の今いる環境だったりとか、はい、そういうのが多いの そうっすね、インスピレーションとかでもなんかあの最、まあ、もちろんそれもあって、うん、結構なんかそのなんかなどっか行った時に怒ったことをそれをすぐ書くとかもありますなんか、まあ、あ<ー>例えばこの前名古屋でライブがあって、はい、で、えー、とその仲間二人連れて行ってでバックリーダーとか連れて行って、うん、みんなでこう作った曲があって、うんはい、それ それの前かだから普通に、ま、友達連れて行って、うん、で一緒に曲作ってたんであさっきの言ってたあのデインボッシュって子とうーまだ曲あの EP 作ってるんで、はい、その曲ちょっと名古屋で歌いましょうみたいな。<ー>でもう一人ティティっていう子がおってそれもスライムネイバーの子なんですけど、はい、ティティ君が僕のビートでラップしてもらってる曲が「ホワイトバランス」っていうのがあって、うん、それ絶対名古屋で歌ったら。 ウケるなと思ったんで、うん、そのイベント1回出たことがあって2回目やったんですけど今回うん、うん、絶対これあの客層とかあのジュリー君のバイブスやったら名古屋かませんなと思って、あのー、あれな前日やったかな明日あのた電話して,て「明日名古屋なんですか行けど行くすか」<laughs> あれじゃない行くわ」<laughs> 行きましょう」<laughs> 二2つ返事で半端なそれでって、うん、で何かその結局、まあ、結論的に言うとその名古屋のライブでちょっとこううまいこと行かなかったって 音の感でめっちゃハウったりしてて結構気合いしたけど、うん、実際こう自分のリハとかのこう詰め度が甘くてちょっとミスっちゃってそれをすげえ悔しいなみたいな3人で話しとったう いや悔しいで終わるって最高じゃないみたいなとか言いつつお互い高め合ってはい,、はい、いやなんかでも次伸びしろしかないやんじゃんみたいな深く話し込んどってなんかそれを思った時にかえ、まあ、名古屋から帰ってきて起きて即攻その名古屋で起こった一連の流れをもうブワーリリックで書いとって<ー>それであのそのテのー君とディン・ボシ君にグループで、はい、バーンってあの,あの名古屋の出来一連の出来事も曲できちゃったっす」つ <laughs> 送ったら「いや入らせて入らせて」みたいな。<laughs> でファミリートリップっていう曲ができてああそういうことそうですそれでまだリリースしそれに EP に入るんですけどフィーチャリング電話師とティティ君でおお<ー>。ファミリートリップ家族旅行っていうはいあの 歌ができてうん、うん、名古屋のの一年の動きそういうちょっと突破する印象深かったこととかをなるほど、ね、最近すぐパッて次の日に書いて<ら>そ,それも名古屋帰ってきて次の日リリック書いて次の日にレコーディングしてましたもん <laughs> すげえなすげえな <laughs> そ,その頻度でやるんだ結構それでやったりとかへえ<ー>そうです結構あるっすね 強なそっかそっかしかもビートとかも全然自分で言うと思をば打てるしみたいなことよねそれ結構強えな速攻でだって曲ができるってことよねそういうことですそういうことですへえなるほどな曲で言うと最近のイエンイエンスタッフさんとの曲とかもハイエンドさんとかでも取り上げられてましたけどあれねあれはあれも結構実はおもろい位置から作り方しとってスタッフさんのもちろんビートなんですけどなんかあの なんか最初なんかこのフローいいよなみたいなのが一個あって、うん、なんかその J バルビンがあのよく自分のタグみたいなんで、うん、ラティのギャングって言うんですよ<ー>ラティのギャングっていうタグみたいなの自分で入れはるんですけどプロデュースタグみたいなそうそうん、それでなんかなんかフローがなんかなんかのんのんのんのなな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 みたいなあったんですよこのフロー良さそうやんなみたいなんでうん、うん、なんか。 僕らちょけって作るんですけど「ラティのノゲンゲン」とか言っとったんですよ言っとってほんじゃんかそのラティのノゲンゲン当てはめたらさらに何かやっぱゲンゲンとかいいよなみたいなんで稼ぐゲンゲン予のゲンとかゲンゲンとかそこら辺から来たりとかでんかこう楽しくその場ででんかやっぱ男の子嫉妬作りたいなみたいな2人で話しとって俺ら稼ぎ対応したいよなみたいな話をしとってでんかゲンゲンみたいなになっていってみたいな。 書いて、ほんま分かりやすい感じでもうガッツリ稼ぐぞみたいな曲にしようかってなって、で、フック僕蹴って、バース両方ともスタックさんみたいな感じで、これももうちょっとでビデオ出るっすね。えおビデオ出るんだ撮りました。へぇ、超楽しみやん。そうなんです、楽しみにしてくださいまめっちゃいい感じですめっちゃいい感じですか。熱い熱い熱い。もう多分、びっくりすると思うんです、みんな。おーマジで。全部ワンカットなんですよ。え、あそういうことワンカットやけど、 なんか結構、あのー、お映像を撮るときは1.25、うん、倍の音源流してはい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 それだ撮っていいねで編集のときに持て戻すって元に戻したらリップバッテリーケット全部スローみたいな,たいなそうそれがめっちゃかっこよくてでそこに今別注で VFX 入れてみたいなへえ<ー>、ね、わ超楽しみやそうですで一番最後の方にでっかい富士山が後ろに来るみたいな <laughs>

ワンちゃんだな。出てるか出てないからワンちゃんぐらいだな。ワンちゃんで、ワンちゃんで、ワす、ワンちゃんでーす。えどうですか。結構やっぱサクさんとかお世話になってるの。めっちゃお世話になってます。あそうなんだ。あのー、最近あのこのガリルもサクさんに買ってもらったんです、ね。ウェー <laughs> えんやん,んを作って。 やたのお前のめっちゃいい服ありがとうみたいなんで<っ>俺なりにみたいなまだ,まだいいんす逆にこっちからしたら曲入らせてもらってあざすやのに <laughs> いやもうやたいいのやってくれたからなんかプレゼントしたいねんっつってグリル買いに行こうっつって、えー、いいんすかみたいなあざすみたいなでグリル買ってくれて熱<い>でなんやったらちょっと前にスタッグさんからもう車もらいましたね、うん、<laughs> ちょっと待って,ちょっと待ってえっどういうこと車いただきました <laughs> タックさんがその新しい車に帰んねんってなってはい、はい、帰ろうってなった時に、うん、なんかその今乗ってる車どうしようかなってなってるんだけどやだ、うん、いるみたいな「<laughs> あいります」言うて「いりまーす」言うて <laughs> 東京切ってそのまま大阪まで乗って帰ったんですもん「<laughs> いただきまーす」言うて「は <laughs> 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 っぱないで <laughs> もちろんいただきまーす」「<laughs> いただきます」って大阪まで帰ったんですので。 いやーマジで、もうほんまもう一生下がってるっすね。んなんかほんで、普通にやっぱり人間としてもリスペクトしてるし、うん、もうそうやって先輩としてもなんかこういろいろほんまにやってくれて、東京とか来た時もなんか一回声かけたら、スタジオ遊びにおいでよみたいな、うん、でもう止まっちゃいなみたいな、はあ、言ってくれて。えどういういタイミングだったのなんか きっ,っきっかけは、あ,のあれですねそのレゲトンを作って、それこそさっき言った、一番初めに出したレゲトンの時、うん、シングルで,で、その後に EP を出したんですよ、うんまあ、の EP の中に、まあ、レゲトン入ってたりとか、トラップ入ってたりとか、はい、まあいろんなこう当時からいろんな曲調をやってたんで,、うん、で、その中に EP に、ねまあ、レゲトンが入っててみたいな、でなんかそのスタックさんがラテンを好きっていうのを知ってたんですよ。 レゲトンを聴いてはるっていうのは知ってて知り合いの,その徳島のアーティストの人がおってその人と電話してた時に「なんかレゲトンスタックさんに送ってみたら?」みたいな。送ってみたらいいんじゃんみたいな。うんうん でいや送ってみるっすわつって電話ってすぐ送ったんですよ、うん、レゲートン作ってる大阪の宿と申しますみたいな感じで送ったら既読見てくれて<ー>でなんかめっちゃいいやんみたいになって一、うん、回話したいしライブ遊びにおいでよみたいな言ってもらえてで大阪のライブの時に遊びジラフかなんかやったんですけど大阪のジラフっていう今ガラになってんかなのところにライブしに来はっててはい、はい、クリームでうん、うん、遊びに行ってで話してでなんか次なんか結構そこで波長 会わせもらっってて結構盛り上がってう一、うん、回なんかライブ遊びに行ったんかな大阪なんか,なんかその後ぐらいになんか東京に自分のスタジオあるからもう遊びにおいでやんみたいに言われて「マジっすか」言うて「っもう速攻行きます」言うて<ー>う速攻東京行って、うん、スタジオ遊びに行かせてもらってみたいなでそんなんやって何回も東京行く時に一回ちょっと連絡出てみるみたいなうん、うん、やったりとかで大阪今度ライブ来た時に遊びに行くみたいなやってたら結構ほんまに仲良くさせてもらってもう。 そっからもガなるほどねそうそうそんな感じでお世話になって,てへえ<ー>そっからこうなんかほんま僕もともと僕クリームさん自体知ったのはちょっと遅めやったんですけど、うん、なんかその GoPagesRemix っていう曲でもともとスタックスさんのそれこそさっきの話に戻るんですけどなんかそのルックスがマジで生きてて PV のスタックスさんがめっちゃかっこよかったんですよ <laughs> でこのイケてる人誰みたいになって,てあそういうことかそうで 当時まだ自分もクリームとかも知らな,ない状態だったんで、うん、この人誰なのってなってでなんかメリー・デロ君とか浩市いい、はい、さんとかも入っててうん、うん、でその曲でめっちゃこの曲めっちゃかっこいいなってなってそこからそのスタックスさんのソロとかも見るようになって「うん、y 東京っていう曲とかでめっちゃプチ食らって「<ー> y t o k 東京っていう曲を聴いて僕のファースト EP に入ってる「16歳」っていう曲を作ったんですよ。 なんだそうなんですよはいはいはいで何やして関わりこうバーって深くなっていってたらあの Y 東京に移ってるスタックさんの車をそのままもらうみたいな半端ねネージャエモみたいなエモいで周回ったってことやね一周回ったええええいええ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 えゃええ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 え もももうらいやばいねやっぱそういう先輩がね多分でも愛されるキャラだよねめちゃくちゃ重いまありがたいですマジでいや本当にいやでもこっからもっと今もでも大阪だからちょくちょく東京来るって感じかなちょくちょく東京来てますもういろいろとなんかほんまそれこそありがたいことにこう なんか声かかった時に関東圏の人とかやったりしたらちょっと東京行く時にこういっぱい予定詰めてうん、うん、一気にこう関東の方でもうなんかやること増えたりとかいいねもうしてきたんでうん、うん、いやほんとねありがたいですマジでいやーほんまに楽しみっすねほんまなんもなかったんで <laughs> ヒップホップなんか全然知らなかったんでそれから自分でやり続けて多分動きムーブを起こし続けて今の結果だからうん、うん、なんか結構その まあここ結構難しい部分であると思うんだけど、うん、結構みんな忘れがちのこの,この細かい努力の積み重ねっていうのは何においても重要というか、うんうん、そうっすよねやっぱあの一晩で成功するやつはいないんですよ、うん、絶対にそうっすよねそうだから本当に、ね、自分でオッケーミックス自分でやってて違うなちょっといろいろやりたい、うんうん、あの人に DM してみる。 とか自分の曲やったこの人に DM してみるとかこういうんか一つの行動で多分全部変わってきて多分やたここに来てるのはこういう行動の積み重ねかなってめっちゃ聞いて思うんですねほんまあの常に腹減ってるんでバーリハングリーっす僕もずっと腹すってます腹すいてますもんそうだよねハングリーさってめっちゃ重要だよねはいもう一生一生腹すかしてやってるんでそこのがむしゃらに追い求めてみたいなそうね ちなみにその、まあ、今、ランクイさーんみたいなのあると思うんだけど、はい、自分の中でこう目標だったりとか、はい、自分が到達したいあの部分とか。そうですね、はい、今ねちょっとなんか一個ちょっと具体的な目標でいうと、うん、一個めっちゃやってみたいことがあってまだ当然全然手も届かないし、うん、恐縮なんですけどスラックって言ってるじゃないですかラッパーのスラックスラック、ね。あ レゲトンやったら絶対おもろいやんって思ってて。<laughs> あの想像つかなすぎて。<laughs> なんかこうレゲトンを日本でいっぱい広めたいなみたいな考えたときに。なんかこう、いろんなこう想像するじゃないですか。この人やったらレゲトンすげえ、あ、なんかイメージすぐ湧くみたいな。<laughs> うんうん、なんかイメージ、やっぱ湧かないのも全然あるじゃないですか。うん、でも、イメージ湧けへんのに、めちゃくちゃ絶対面白い作品できるみたいなので。 一番初めて出くるのがスラックさんですよあの独特の世界観僕最近結構聴いててあれレックスとかう最近やったねそうだよ結構なんか僕今日本語のラップ聴いてるのって僕全然その何だろうほんまに好きな人からしたらまだ全然見に入ると思うんですけどスラックさんとか JJJ さんとか結構そっち系聴くことが多くてへえそうなんだそうなんですあんまりこう日本のトラップとかよりはそういう JJJ さんとか スラックさんとかなんかそういう結構ほんまにすごい独特な世界観を持ってはる人とかが結構好きで聴いてるんですけどなんかああいう方たちのなんかバイブスってめっちゃすごいなんかいい刺激を受けててああいうなんか独自の世界観みたいなんってめっちゃかっこいいなと思って。うんうん それをこう自分のレゲトンとかに当てはめたらめっちゃおもろそうやなみたいな確かに確かに確かにエグいもんできそうやなみたいな日本でそういうの広めるっていうのは結構むずいもんね新しいそうですうん。だからんか一個目標ですねスラックさんの曲をやるっていう一個目標あれですねええ新しい世界観というかあとはでもほんまシンプルにやっぱりポップヤーズとか出たいっすよねポップヤーズはね出たいっすねうんんか僕1回目行ったんですけど見に行った第1回のポップヤーズ 3年,4年ぐらいそれ彼女と見に行ってでもう下からやっぱ見ててなんかもうあのニューカマーで当時スカイさんとかはい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 ショットライブでショットライブで出てい。でなんかその時に MC かなんかで半年前くらいまではしがない大学院生だったんですけど「うん、今幕張立ってます」みたいな「<laughs> かっけえ!」みたいな「<laughs> かっけえ!」みたいになって。<laughs> 俺も言いてーみたいな普通にみたいなあってべっちゃ食らって俺絶対出たんねんと思ってそっからめっちゃポップエアズはもう一個の夢ですねうんうんうんそうなんですねなるほどですね、うん、やっぱ出たいっすよねあれは出たいっしょやっぱり僕その1回目とか見に行ったっすけど、うん、1>, 1年目のポップエアズとかもやっぱ下から見とったらやっぱりみんな,なんか多分そのああいうほんま幕張とかで ああいう形で多分ラッパーとか出てるのってあんま初ぐらいじゃなかったっすけどねかああ幕張自体でそういうことそうだねだから確かにねなんか,なんか,なんかそのああいうやっぱイベントってめっちゃいいなと思ったしはははいいいなんかこうそれこそ SKY 君とか MC でなんか半年前はしがない大学院生だったんですけど <laughs> 今まかり立ってますみみたたいいななもうポーやんみたいな <laughs> 確かにね。それはね。いや、出てー、かっけえ、みたいな。いやー、すげえヒップホップっていうあるね、みたいな言っとって,て、うん。うんうんうん。ほんまその通りやな。確かに。なんかほんま一個の目標になったっす、ね、あの瞬間にも。あもう絶対出たるみたいな。はい、はいはいはい。一個の目標になったっすね。なるほどね。 そうなんですねまあポップエースに限らずもねマフェスとかフェストそういうとこにやっぱり出るっていうのはやっぱり今勢いがある証拠やしうん間違いないと思うんでって感じでそれは自分の中では一つの目標としてなるほどですね自分のんか理想のアーティスト像みたいな例えばじゃあ「やた」というアーティストはこういう音楽を作るアーティストなのかこういうアーティストだみたいなのをこう言葉にするとどういう感じなんか やっぱりその今ほんまちょくちょく声いただくすけど、うん、やっぱりそのなんかレゲトンとか、はい、ラテンの,そのバイブスの曲を作りたいなってなった時にうん、うん、やっぱやた「やた」ってこうやっぱ良くないみたいな声ってちょくちょくやっぱ聞くようないたありがたいことになってきて、うん、なんかそういうイメージをついてもらってるのってすげえいいなって思って自分はやっぱりそういう,こうイメージ そしてて持たれてるのは僕の中で結構やっぱりそこを目指してるところの一つなんででやっぱりそうやって思,うような思われるようになってじゃあ実際僕の音楽とかこうディグってきたらじ結構ヒップホップもちゃんと曲作ってるみたいなそこのギャップの感じとかも、うん、とかもやっぱこうみ込みで、うん、なんかそういうやっぱり一番そういうなんかラテンとかレゲートンをこう引っ張ってこう率先してやってるみたいなイメージ像なんかそういうのは。 やっぱほん、ま、もっとこう広げたいっていうのはやっぱありますねうんそうとしては日本でなんかやっぱマラホンもやっぱずっと言ってるみたいにパッとしないじゃないですか誰がやげてまあそうだよねまだね知り合いのその大阪の、はい、それこそ日本に住んでるペルー人の人とか、うん、ああそれはもうそうガチでそう、ね、名古屋のペルーのアーティストの方とかやっぱそういう人たちをやってはるしうん、うん けどこうそもそもやっぱレゲートンっていうもの自体がっていう話になるんで、ね、そこの切り口というか多分一回パンって開いたら注目される幅も広がると思うそうねヒップホップと一緒だよねう,う,、うん、うんうんうんなんでそういう大阪に実はやってる人とかもうん、うん、やっぱみんなそうなんでなんかほんまレゲートンが結構そのメ,なんかメジャーのストリームにこうバーン上がってきたらうん、うん、なんか絶対ほんまおもろいことになると思う確かに確かに確かにうん、なんかいろんな見方も変わって なんかおもろくなるんちゃうかなと思ってるんで、うん、なんかそういうほんまやっぱラテンの切り口を開けるようなこうやつといとえばみたいなトンラテンアフロとか,うんんかそういうちょっとそっち系のリズムの時は一回あたりに上げるかみたいなそこを一回やっぱもっと定着させたいですねはい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 やっぱりはい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 は結構自分のはで自分の中でありますね。はいまあ日本はい番のはいはいはいトップに,トップに トップっすねやっぱトップっすね一番しか見てないですねええ Yes sir Yes sir Yes sir Let's go Let's go 行くよ行くよ日本のレゲートのアーティストといえば俺だみたいなそうですねってことっすかねうんそこは間違いないっすそこは間違いないっすねもちろんヒップホップとかトラップとか忘れへんしもちろんねもちろんぶちかまし続けるんでうんうんやっぱでも一番面白いことになるのはそこなんではいうんうんレゲートのアーティストうんうんうんですね。そっから世界に おえー、切り口開いてやっていきたいですねはい,はい、はいはい、いいっすねなるほどですね <laughs> いやまあこれで結構なんかあのー、まあいろいろねまあ大暴動がサイファープラスフットステージもあったんで、うん、結構いろんな歌詞を見て、あのー、まあ深掘りさせてもらってなんかすごいね矢田のことを教えたと思うんでぜひぜひね、あのー、これからまあヤタがリリースするまあょくね 今回のエピソードでもいろんな EP だったりミュージックだったりとかの話をしてますけど、まあ、こういうのもね、あのー、ちょくちょくあの出てると思うのでぜひぜひチェックしてもらってあれかな、SNS は結構チェックしたらそこから結構見やすいかなそうですね、うんあの、インスタとか YATT でアンダーバーで JP って調べてもらったらそこ出てくるお,ー、はい、お願いします全全全員全員員これ見,見た人ででよろししくお願いします っと,ということでね、はい、はい、こうやって、あのあののこれからのね、あのやつの活動もね、ぜひぜひチェックしてもらって、SNS もフォローしてもらって、お願いします。曲をチェックしていただけたらと思いますので、ぜひぜひ、次回のエピソードでお会いしましょう。ああ、はい、ありがとううござざいいいましすます